こんちは。昨日庭でなんかめっちゃ白いダンゴムシ見つけたんですけど、いわゆるこれアルビノかもしれませんね。このダンゴムシとか、まあカニとかザリガニもそうだと思うんですけど、まあ数万匹に一匹ぐらいの確率でこういう真っ白なアルビノの個体が、まあ、生まれるらしいですよ。まあでもわからんすけどね、まだ。こんな感じで白くてもなんか脱皮したばっかりだったりで、こう、色がついたりするんで、まだ様子見ですけど、まあ、今のところこの子はアルビノかなって感じですね。まあアルビノだったら、まあ嬉しいですね。まあ、綺麗ですね、本当に。このまま真っ白ならいいんだけど、まあ色変わるかもね、わかんない。まあまたなんか色が変わって、まあアルビノじゃなかったらまた報告します。じゃあね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけると僕のモチベが上がります。また見てね。